どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回はですね、ブルーアイズホワイトドラゴンデッキが大幅に強化されましたのでご紹介していきたいと思います。月末なんですけれども、レジェンド隊で、僕ずっと撮影していたんで、まだキングになってなかったんですよ、デュエリキングに。でレジェンド隊で使って15、6連勝ぐらいして、デュエリキングになりました。まあちょっとレジェンド隊あんま参考なんねえんだけど、まあ強いね、非常に強い。あのブルーアイズデッキほぼ完成形と言っていいんじゃないでしょうか。マジで強いトラップカードが追加されまして、それがこれ、因果切断。めちゃくちゃ強いんだこのカード。効果ね、手札を1枚捨てると相手のフィールドのモンスター、表側のねモンスター1体をゲームから除外しますと。でこの効果によって除外したモンスターと同名のカードが墓地に、相手の墓地にあればそれも除外すると、全除外だから。これ、ね、結構何が強いかっていうと、例えばですねブルーアイズデッキっていうのは辛いモンスターってのが結構いて、例えば破壊耐性があるモンスター、ホムラガミシラヌイとか、あと破壊耐性があるモンスターが他にいたっけ、なんかホムラガミシラヌイとか、あれベンデットとか、あのリベンデットスレイヤーとか、あのボーンがさ、ほら墓地にあると破壊耐性とか、あとネオスとかね、ああいうなんかそのモンスターいるっしょ。要は対象には取れっけど破壊耐性あってクソめんどいみたいなモンスター、あれとかも全部除外できるんですよ。あとエバリーとかね、エバリーとかもこれで除外したったら無限に蘇ってこないんで、めっちゃ強いんですよ。だから今まで結構やばかったなんかカードたちを結構止めれるようになって、まあ、相変わらずなんかサーベルタイガーとか、ああいうなんかその対象に取れねえみたいなやつは結構めんどくせえんだけど、まあ呼吸トスはね打点で超えれるからいける、ブルーアイズは。だからなんだかんだこのカードめっちゃ強くて、あと召喚師アレイサ召喚になんかチェーンしても因果切断しちゃえばなんかもう召喚マジ打ってねえみたいなことになるし、めちゃくちゃ強いんですよ本当に。でこのカードとやっぱり相性がいいのが、手札を切るんでね、ブルーアイズですよと。ブルーアイズっていうのはこの青き目の剣士で召喚して、太鼓を持ってきて太鼓を捨てるとねエンドフェーズにデッキからブルーアイズが出てこれるっていうね、まあ、そういうギミックがあるんで、これとあとサンダーブレイク、これはまあ表も裏も関係なく魔法も、モンスターも関係なく割れるっていうことで、まあ非常に強い、汎用性のあるカードですね。とあとこれ切断ね、まあこの辺のまあバランスはちょっと難しいとこあるんだけど、あと底なしとか入ってないとなんかそういうサーベルタイガーとか、抜けないし、クリボールとか入ってればまあギリギリけど、まあちょっと難しいとこあるんだが、まあこういうトラップカードは環境によって変えていくっていう感じでいいと思います。まあ因果切断はまあ強いね、まあ、強いで1枚ピン刺ししとくとおしゃれなカードが、コスモブレインで、これ結構なんだかんだやっぱ強いっす。結構太鼓でブルーアイズ回収できたりするし、でもコスモブレイン1枚あるとね手札のブルーアイズが結構腐んないんだよね。なんでまあこいつは入れておいた方がいいかなと思っております。で、まあ、シンクロモンスターたちはこんな感じなんだけども、まあこの辺もね難しい、なんか入れたいモンスターもいっぱいいるし、まあ、ギガン城も入れたいとか、あと一応コスもあるんで、なんかそのダークエンドドラゴンとかも強いんですよ。ちょっとねその辺は難しい、まあ、この辺は皆さんで強いと思うモンスター入れていただければいいかなと思いますね、はい。というわけで早速ネオニューブルーアイズデッキのパワーをね見せていきたいと思います。デュエルスタンバイ。さあお相手の方、気合の鉢巻選手、よろしくお願いします。デュエル3倍。あ、これは結構強いですね。まあ、先行ゲーではありますね。非常に先行ゲーです。高校とか取っちゃうとやっぱブラマンチとかにも勝てなくなっちゃうんで、先行ゲーです。基本的にはトラップカードデッキなんで。ただあとコズさえも辛いです。コズとかハリケーンとかあれも辛いですね基本的には。はい、このなんか展開される前に除去されるっていうパターンが一番辛い。セットクリストロンなんだろうな。なんかでも初動クリストロンないっておかしいか。事故ってるクリストロンってあんま見たことないぞ。因果切断きすぎだろ。どんだけ因果切断するんだ俺は。どんだけ因果があるんだ俺は。この世には因果しかないからな。因と果しかないからな。原因と結果しかない。ただしその原因と結果は全て切断させてもらう。因果切断、何を言ってるんだ俺は。さあ何のデッキでしょうか。リチュア
キスイキュー、あ確かにでもエクストラねえからクリストロンなわけなかったわ。エクストラないクリストロンなんか意味わかんなかったわ。てかエクストラは多分入れた方がいいよ、カジキくん。エクストラは多分入れた方がいい。あーんと、あーリチュアリバイアニマ、はい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 、なるほどね。デッキからカード1枚ドローすると、はいはいはい、了解了解了解。攻撃宣言時ね、了解了。システルスとかですかね、だからだとすると、一応ね、あのそういうブラフやった方がいい。キング隊でもやっぱ結構なんだかんだやっぱりプラチナのランクがすげー下がってるから、なんか正直誰でもデュエルキングになれるっていう時代なんですよ今、ぶっちゃけ。はっはっは。あーそれ因果切断するか、これは因果切断するか、因果切断して、でホワイトオブジエンシェントを墓地送って、でこれ多分まあシステルスで逃げられない。だったらクソ強いよこれ、両方とも除外されるから。え、かわいそうなんだけど、儀式魔法を戻して墓地とフィールドのモンスター2体とも除外されただけっていう、クソかわいそうな結果となりました。でこれはどっちを除外するかって話なんだけども、まあシステルスあったら使ってると思うんだよね、さすがに。で多分バックなんじゃない、これ狡猾とかそっち系なんかな、わかんないけど、なんなんだろう、わかんないけど、じゃあそのバックはちょっと除去させていただきたいわ、できれば。よしよしよし、因果切断めっちゃ来てる。てか因果切断来すぎなんだよな、多少はばらけてほしいよね、こんなに因果を切断する必要はないよ、デッキの中にね。まあバランス、あとね、ドキュー部隊とかも使ってみたんですけど、ドキュー部隊そんな強くなかったね、やっぱ結局なんか手札から切れた方が強いわ。あのドキュー部隊は、まあ、一応剣士どかせるっていう役目あるけど、なんだかんだあのインガとかサンダーブレイクで前飛ばすから、結構この剣士残るんですよ場に。だからその後にシンクロできたりするんで、ドキューよりはねインガとかねの方が強いと思うわ。まあカナディアはいいや、オーケー、そんな無視だ、そんなの無視。ドロッで、これがちょっと効果使って結構やばいけど、まあとりあえず反転だけさせていただこうか。うん、なるほど、何かしらある、何かしらある。バージェストもカナディーオッケー、バージェストもカナディーオッケー。セットこれちょっと、白きレリューがね通常モンスターだったら強かったんですけど、フィールドでも、あクイボールカイト、まあいいや。これがねちょっともどかしいよね、コスモブレインが来た時にクイボールオッケー。いやでももうきついだろこれ、これリッチは相当きついだろ、めっちゃ反動使って儀式したのに2枚とも除外されてんだぞ、因果切断で。これ相当きついだろこれ、地獄絵図では。あなたの目から見るほら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 、因果切断最強か、因果切断最強かよ、まあ、ここはレベル9進行か、白きレイユレベル1、はい、青き目の剣士をチューニング、聖なる守護身にまといし白き竜よ、その青き眼に映る敵を召し、新たなる脈動をかきたてよ、シンクの召喚降臨せよ、ブルーアイツスピリットドラゴン、そして墓地のホワイトオブチエンシェントの効果発動、白きレイリーは手札に回収し、白きレイリーは手札では通常モンスター扱いとなる、つまりコスモブレインの効果特殊召喚、いくぜバトルだ。これがね、これが強いんだな、コスモブレインはマジで1枚入れ毒だと思った。あ、対戦ありがとうございました。さあお相手の方、バランスアロマくせえけどな、アロマくせえけどどうなんでしょうか。あのアルマも もねまた動画にするので、少々お待ちください。カードを1枚セット、ターン終了。アロマが無課金デッキの時代は終わりました。あの潤いの風を3枚集めましょう皆さん、潤いの風を。ちょっとアルマかかんないけどね、バランスってでも、まあ、ブラマチックアルマかどっちかかなと思うんだが、俺もバランスでアスカアルマ、アルマですね、アルマ、俺もバランスでアスカでアルマ使う派だから分かるわ気持ちは。これ止めどこマジむずいんですよアルマ、これはまあブレイク打つんだけど、いやこれどっちだろうな、まあ、でもガーデンあったら結局意味ないからジャスミンかな。こいつこのワンドローをね無限に許してると、もうひたすらにアド稼がれて負けるんで、多分、ね、アドバンテージは稼がしちゃいけないっていうプレイングすればいいと思うんですよね。でガーディングは後から破壊できるから、
これは後ろか、これは伏せカードですね。なんかできれば、あ、なんか、恵みとかを除外したいね、基本的には。あの、蘇生できるやつ。あ、カワキか、オッケー。カワキ入ってんのか、なるほど。カワキいらないんだけど、もうぶっちゃけ。で、ここは変身してからだと回収できんな。変身して、あ、変身できねえや。そうか、モンスターいねえから変身できない。ドラッグオンバーミリオンだと思うんだよな、これ。バーミリオンじゃねえかな。スピリットドラゴンもいいんだけど、これバーミリオンだな。バーミリオンで、いや、これスピリットが良かったかな。蘇生できるからな。むずいね。ちょっと今破壊したかったんだけど、これもしかしたらスピリットで良かったかもしれない。スピリットで、いや、アロマ止めどこむずいんだよ。ほんまに止めどこむずつき問題発生するから。いや、これスピリットやったくせえな、これ。これスピリットで毎ターン白木出るのが強かったかもしれないわ、普通に。それなんすか、それはなんすか。恵みの風か。恵みの風で蘇生か。うん、ワンドローされるか。ここでアドバンテージ稼がれていく。いやー、難しいね。これガーデニング破壊しておけばよかったっていう、もう結果論だけど、そういう話もあるんだけど。スピリットだった、臭いな、ここ。まあ、でも3振りあるんで、なんとかなるかなと思うんですけど、ここが太鼓じゃないからちょっと弱い。セット OK。 どんだけ強い、どんだけ強い。これも前だな、これさすがに前。ガーデンあったら意味ないから、前だね。前剥がして、前剥がして、いやー、クソめんどいな。危ねえ、よかった。オッケー。今のは正解。で、中段かなんか引いてくれた。因果切断か。まあ、でも因果切断悪くはないぞ。いいぞ、いいぞ。いけ。ここガーデンか。ここガーデンか。ガーデニングか。これガーデニングだろ。あの伏せは別にどうでもいいと思うんだよな。あの伏せ多分一回どうでもいい。潤いとかちょっとめんどくさいけど、まあ、出てきたモンスター因果切断すればいいから。潤いだったら別にいいや。因果切断できるから。止めどこむずすぎない？めっちゃむずいんだよね。てかね、これ多分スピリットの方がまだ良かった可能性はあるね。全然。だからチューナー引きてないからどっちでもいいっていう話はあるけど。チューナー引きてないからどっちでもいいって話はある。カワキの風、OK。カワキの風は回復すると、なんか相手のモンスター破壊するっていうカードなんですけど。めぐみの風、やっ、いやー、これ反動弱えな。ブルーアイズ2体は弱すぎる。いやー、これはきつい。あ、そっちなの、そっちなの、マジそっちなの。これは因果切断すればいいのでは。来たわ、これ因果切断。おらー、バトル、おっしゃー。止めどこむずすぎ問題。さあ、お相手の方、サイバー竜ってどうなんだろうな。でも罠あるんで結構強い気しますけどね。サイバー竜だったら罠が強いので、多分なんとかなると思う。まあ、セッテリでコア止めて、で、出てきたなんかやつ因果切断すればワンチャンあるから、除外しちゃえば、あの、オーバーフローのコストになんないしね。局所的ハリケーンはやめろって、すぐそういうことすんの。全然サイバーじゃねえ。全然サイバーじゃなかった。やばそう。やべえ、これ。これはやばい。ゼロ棒立ちはガッチでやばい。インクリース効果いいよ。インクリース効果でバイオンでしょ。いいよ。そこまでいいよ。そこまで吐く。ちょっと待って、3体融合だけちょっとやめません？ 3 体融合っていうパターン。あー。いやー、遊戯王っておもろいわ。やっぱり遊戯王ってマジでおもろい。マジでな。俺の手札クリボールあるよ、ヘルカイザーさん。大丈夫、俺ね、今手札クリボールあるから。クリボール、ボールがある。ガチでこいつガチキモすぎだろ。
なんでさ召喚拳使わないで3体展開してトリンティ飛んでくんだよ。おかしいもんやってること。特徴的ハリケーン強すぎてソロが綺麗。